暴虐の大使董卓を倒すため洛陽へ向かった連合軍の前に難攻不落の要塞古老館が立ちはだかった。その古老館を突破すべく、まずは孫権軍が先陣を切った。それを迎え撃つのは董卓軍の武将カユだが、高頭の虎と呼ばれる一族の長孫権は伝説の刀虎蹄刀の一撃でついにカユを倒した。未だ眼前にそびえる古老館、そこには董卓軍のさらなる武将が待ち構えていた。見せてもらったぞ高頭の虎、その虎蹄刀の力を。だが俺の血をたぎらせる男は、軍よ、この呂布が相手になろう。あやつが陣中に呂布ありと恐れられる一騎当選の豪傑か。激突曹操対呂布。俺の血をたぎらせ魂を震わせた男よ、いつぞやの決着をつけようぞ。奴が求めているのはこの俺だ。この場は俺に任せていただけませんか孫権将軍。曹操将軍、ならばお任せしよう。心してかかるがよい。なぜそれほど死に急ぐ呂布よ。死ぬのはどっちかな。ここが貴様の墓場だ。覚悟するがいい曹操。洛陽での貴様との対決、決して忘れてはいないぞ。今日こそ俺は貴様を倒し董卓を討つ。笑わせますね。何者だ。あなたたちはここ古老館で息絶える運命ですよ。鎮急か。呂布将軍の手を煩わせるまでもありません。この呂布大軍師鎮急が役族の皆さんを地獄の豪華で焼いて差し上げます。いばしりの刑。あらかじめ地面に油をまいておいたのですよ。私の計略は完璧です。芝居は煉獄念天の剣。何ですって今戻ってくる。私は曹操軍軍師芝居。貴様の考えなどお見通し、さらに油を巻き直しておいたのだ。面白い。我が軍師陳旧の策を破るとは。私の策を読んでいたとは。芝居やりますね。陳旧、あとは任せておけ。己曹操軍、我らも呂布隊、貴様らの隙にはさせん。お相手しよう逆賊どもよ。曹操の首は我らが取る。もらった。は
者だ。曹操軍副将夏侯惇。同じく夏侯淵。俺は緑隊副将高順だ。我が名は張良。お望みとあらば曹操の前に貴様らの首を跳ねてやろう。ほう、貴様が泣く子も黙ると言われる張良か。暴虐の限りを尽くす董卓に従うなど、その名が泣くわ。ふん、私は董卓に従っているのではない。呂布将軍こそ無限の力を持つ男。その力の行き着く先は闇だ。はあ、ならば闇さえ越えてみせる。え、うわ、引け、夏侯惇。手負いで勝負になるものか。よく見ておけ、息子たちよ。これが本当の男と男の戦いだ。そうそうよ。この日を楽しみにしていたぞ。楽しみだと？俺は戦いのための戦いなど興味はない。笑わせるな。たぎるぞ。関友、絶対はっ魂が震えるぞ。そうそう、もう魂ごと燃やし尽くしてやる。大ブレッダン！正義をなすため貴様を倒す。我が無限の力こそが正義だ。無限の力とはこの程度か。宝泉、幻惑か。今だ、宝泉。魂旋風爆裂症。大丈夫か？うん。両不明。戦慄の暴将両夫。恐るべき男だ。宝泉、大事ないか？朝鮮、二度と戦いの邪魔をするな。反乱軍の兵どもよ、この古老館に俺がいる限り絶対にここを通しはせぬぞ。絶対にだ。両夫に任せておけば全て安泰よ。役族どもめ、この勘で砕け散るがいい。古老館で連合軍の前に立ち塞がる戦慄の暴将呂布。連合軍は
董卓のいる洛陽を前にして最大の危機を迎えた。劉備たちが呂布に挑む。次回 SD ガンダム三国展、タギレ戦慄の暴将。